CFO になって上場して、ストックオプションで大儲けするということをやろうと思いませんでしたか。僕はね、正直思わなかった。それはまあ僕の生き方なんですけど、結構外部環境に左右されるじゃないですか。右腕ってことで CEO だったり、まあ他のね、CMO だったり CTO だったり、もちろんその会社のビジネスモデルだったり、そこら辺に外部環境にだいぶ左右されると思ってて、ってなるとね、自分で、僕の場合は自分で作っていった方が分かりやすいなって感じでやりました。で、ある程度年次重ねて、自分の会社もやりつつ、まあ外部 CFO ではないんですけど、まあそういう外部協力的な感じで SO をもらって、SO ってごめんなさい、ストックオプションなんですけど、まあっていうのは、まあ貼っておくのはいいんじゃないかなっていう思考ですけど、いきなり僕が一社専属でそういうのはあんま考えなかったですかね。言った通り、その自分でドライブできるところ、かなり限られるなというのが僕の主張。あと、年数。まあ単純にミニマム3年はかかりますし、で、まあ一社専属でコミットしなきゃいけないっていうところに、まあ僕はそういった生き方はしなかったって感じですかね。もちろん人それぞれですから。上場企業の経理、建設業を10年やっています。将来 CFO を目指してます。今後何を勉強していけばいいでしょうか。今は簿記1級勉強してます。建設業経理士1級は取りました。はい。上場企業の今経理をやってるってことなんですけど、で、次将来 CFO を目指してますってことだと思うんですけど、実は CFO って、まあ、チーフファイナンシャルオフィサーっていうところで、まあ、財務責任者っていうふうに日本で訳されるんですけど、まあ、簡単に言うと経営者が、まあ、トップラインというか売り上げを作ります。で、CFO って何するかっていうと、その右腕ですね。参謀として、まあ、例えば事業にお金が必要だったら資金調達しますとか、例えば上場するんだったら内部統制を構築したりとか、IR って言うんですけど、開示情報を整えますとか、あとはまあどっかね、監査法人対応しますとか、まあ、そういうのがあります。あと特にベンチャーだったら、それこそ何でも屋さんですよね。本当に営業もするぐらいの CFO もいていいと思うんですけど、まあそう何でもやりますと。っていう意味で何が言いたかったかっていうと、今は上場企業の経理だと思うんですね。で、上場企業だと一般的にはもちろんですけど、監査法人対応とか、どっちかというともう完成された、ワークフローを回していくことが多いと思うんですよ。で、しかも基準があって、こういう開示が必要ですよとか、法改正がありましたよ。で、CFO ってだからさっき言ったように3つの段階があるんですよ。まあ、簡単に言うと。ベンチャー、で、上場前、で、上場後、みたいな感じで、その、どの CFO をやるかによって、必要なスキルってマジで全く異なります。で、簡単に言うと、まあ、ベンチャーの CFO だと、さっき何でも屋って言ったんですけど、本当に何でも屋がいいと思います。社長は本当に、自分が事業、まあ、まだ現場入っていくことが多いんで、財務とか、そうそう、税金とか、もっと言うと採用とかマーケティングとかもう手一杯もうできないんですよね。なのでそこら辺が知ってたらめちゃめちゃ強いです。なのでまあ僕とかそういった最たる例だと思うんですけど、自分で会社も経営してて、自分で税金もやってて、自分で会計士もやってて、でまあこういう風にネットマーケティングとかもいろいろやってて、で採用とかもまあうまくできててっていう人が CFO にいると、あ、小山さん今事業でこういうことを今次のステージ行ってるんだけど、例えばじゃあエクイティでこういうことを調達したい、あ、わかりました、じゃあエクイティのちょっと段取りしますね、あ、今ちょっと小山さんと今こういうふうに人材採用お金もゲットできたんで突っ込みたいですと、あ、わかりました、じゃあこういうちょっと採用の会社紹介しますねとか、あ、小山さんとじゃあ次ネットマーケティングでちょっとどっちかというとマス向けに広告したいですなれば、あ、じゃあ今だったら YouTube したりどうですかとか、例えばタクシーの広告したらどうですかとか、いろいろあるわけじゃないですか。で、それもかつ、あ、そういったことやってる社長がいますよって言って紹介してあげられる、直で紹介してあげれるとか、もう本当に何でも屋さんが重宝されます。で、次上場前だと、それこそもう上場って結構めちゃめちゃしんどいんですよね。もう3年間ぐらいかけてめちゃめちゃハードワークしなきゃいけないんですけど、っていう時にもちろんですけど、どっちかというともう何でも屋ではなくて、次はどっちかというと専門特化ですね。内部統制の構築をしたりとか、証券会社の対応だったり監査法人の対応だったり、そういうのをしっかりやっていける方、なんか CFO もどの CFO をやりたいですかっていうのを明確にしてもらって、そういった世界でもう勉強じゃないんですよね。もう勉強はある程度簿記1級とかやられてる時点でまあ素晴らしいと思うんで、どっちかというとそれに特化した専門性というか経験を積んでいく段階だと思うんで、どっかそれぞれのステージの会社のまずは CFO の補佐とかでどっかで経験積ましてもらって、いざじゃあ次は自分がトップ張りに行くっていう方法が一番堅実だと思います。はい。で、プラスどうしても勉強したいっていうのであれば、まあ、僕は本当に誤解を恐れず言うと、やっぱり公認会計士はめちゃめちゃいいと思います。一番最適だと思います、 CFO には。で、もちろん USCPA とかでもいいですよ。はい、USCPA とかでもいいんですけど、まあ、日本でおってなると、まあ、やっぱり公認会計士、日本の JCPA って言い方しますけど JCPA だったりするんで、まあ、ちょっとそこら辺もはい、ちょっと検討されてみてはいかがかなと思います。もう1級勉強してもう無事取れたら、もうそれはそれでもう大変素晴らしいスキルなんで、もう座学って意味では一旦どうかなとは思いますけど、はい、ちょっとご検討してみてはどうですかと、はい、思います。法人の顧問獲得のコツは経営者にできるだけリアルに会ってアピールすることだと思いますが、小山さんは実際にどのようにアピールして顧問獲得につなげていますか。まあ、今は別に営業のステージではないんですけど、やっぱ最初は会計士税理士じゃないんだよっていうことを伝えてましたね。それ何かっていうと、要は
俺も経営者なんだよっていう、その同じ責任と覚悟を持ってやってるし、当然売り上げも伸ばしたいし、集客もやるし、従業員も育てるし、なんだけど会計士なんだぜっていうスタンスですよね。なんで会計士なんですけど税理士なんですけどっていうと、売り込みというか、まあ、保険を買ってくださいじゃないですけど、保険の営業マンなんですけどっていう感じで、ちょっと弱いと思ったんですよね。なんで自分も経営者だし、あなたも経営者じゃないですか。なんで、まあ、同じ悩みとか同じ夢も持ってるし、でも会計士っていうプロフェッショナルな技術も持ってるんだよ、こんな人いますかっていう、で同じ成長、同じ目線で成長できますぜっていう感じで言ってましたね、最初は。うん、まあアピールといえばそんな感じですかね。まあ、あとは喋ってたら伝わる部分ってあると思うんですよね。本当にやりきるのかとか、大丈夫な人なのかとかって、まあそんな感じですね。